第11号解剖艦は、日本海軍の解剖艦、第1号型解剖艦の6番艦、多合作戦で損傷し、処分された。マル計画の解剖艦兵、第2401号艦型の6番艦、仮称艦名、第2406号艦として計画。1943年10月15日、三菱重工業神戸造船所で、 建造番号714番線として、仮称艦名、第2405号艦と同日に寄港。12月22日、第11号解剖艦と命名されて第1号型解剖艦の6番艦に定められ、本席を、前鶴沈樹府と仮定。1944年1月15日、第9号解剖艦と同日に浸水。2月13日、偽装院事務所が、 神戸三菱造船所内で事務を開始。3月15日竣工し、偽装員事務所を撤去。本席を、舞鶴鎮主府に、駅務を、舞鶴鎮主府警備解剖官にそれぞれ定められ、ご防備船隊に編入。基礎実力連成教育に従事。1944年4月5日、会場護衛総司令部第1会場護衛隊に、編入。 5日から14日まで、呉海軍交渉で入居し、戦隊機関の整備を行う。出居後文字へ開港し、非59戦団の編成を待つ。20日、非59戦団を護衛して、シンガポールへ向け文字発。29日、経由地の高尾を出港後、対戦制圧を行う。5月2日、マニラ機。なお、 日59戦団はマニラ止まりとなり改列された。5月5日、臨時編成された戦団を護衛して、マニラ発。7日、戦団はバリクパパン行きとミリ行きに分かれることとなり、本館は春風、朝風とともにミリ行き戦団を護衛することとなった。9日、マミレ0級戦団はミリに到着し、本館はミリ湾港の警戒に当たる。13日、 復興のミマじゅ戦船団を護衛して、マニラへ向けミリ発。19日、マニラ機。21日、多摩18船団を迎えるため単館で、マニラを出港し、23日に同船団とともに、マニラに入港した。24日、また20船団を護衛して、高尾へ向けマニラ発。28日、高尾に到着したが、本館は、 多摩20戦団を護衛して即日高尾を出港した。31日、マニラ機。6月3日、また22戦団を護衛して、高尾へ向けマニラ発。5日、シンガポール行きの日65戦団と合同のため、また22戦団から分離する。12日、シンガポール機。17日、復興日66戦団を護衛して内地へ向け、シンガポール発。 26日、文字二28日に、クレへ開港し、30日まで整備を行う。整備後、文字へ開港。7月3日、モマ01戦団を護衛して、マニラへ向け文字発。7日、経由地の高尾に入港。15日、マニラ機。7月24日、内地域広六十8戦団に合同して、マニラ発。27日、 経由地の高尾に入港。28日、文字へ向け高尾発。8月3日、日68戦団から分離して、佐世保へ開港。4日から6日まで、佐世保海軍交渉で入居し、指揮会の修理を行う。出居後文字へ開港し、日71戦団の編成を待つ。8日、日71戦団を護衛して、文字発、同日イマリ湾ン十日、 シンガポールへ向け、イマリワン発。13日、中継地のマコウに入港。17日、引き続き日71、船団を護衛して、マコウ発。船団は18日からアメリカ潜水艦軍の攻撃を受け、本艦は遭難者の救助と、対戦相当に従事。20日、22日とサンタクルスに開港して遭難者を下艦させ、23日には平井落語した。 のしろ丸を護衛するため、サンタクルスを出港し、同船の護衛に従事。24日には飛来沈没した朝風の乗員を、救難し、同日マニラに入港した。26日、引き続き日71船団を護衛して、シンガポールへ向けマニラ発。9月1日、シンガポール期。9月6日、復興日72船団を護衛して内地へ向け、シンガポール発。 11日、マモレイさん船団が日72船団と合同。12日、船団が海南東東方洋上でアメリカ潜水艦軍の攻撃を受け、本艦は遭難者の救助に当たり、約1000名を収容した。船団は、ニレバヤシへ開港することとなり、14日、ニレハヤシキ。16日、日72船団第一分団を護衛してニレ林、ハヤシ初。日、 戦団がアメリカ陸軍機の空襲を受けたため、本艦は第18号解剖艦とともに一旦魔法へ開港。ついで21日にはキールに開港した。23日、キビツマルを護衛するためキールンを出港し、24日、動船を伴いキールンに帰着した。25日、引き続き日72戦団を護衛して、キールン発。27日夜、 都から列島西方洋上で第十号海防艦がアメリカ潜水艦プライスの攻撃により飛来沈没したため本艦は対戦制圧のため現場に止まる。第十号海防艦の一ノ瀬海防艦長以下7名の生存者を収容し戦乱に追及。28日、五島列島で戦乱と合同し、その後佐世保へ開港。29日から30日まで 佐世保海軍交渉で整備と小修理を行う。1944年10月2日文字へ開港し、モマ04戦団の編成を待つ。4日、モマ04戦団を護衛して、文字発途中で退避と退避を繰り返し、26日マニラ機。マニラ在泊中の27日、南西方面艦隊作戦指揮下に編入され、多号作戦に従事する。 29日、キャビテで、機銃装備工事中に空襲を受け、戦死者1名を出す。10月31日、第2次輸送隊4隻を護衛して、マニラ発。11月1日、オルモック湾ン儀。2日、オルモック湾を出発して4日に、マニラに帰着。8日、第4次輸送隊3隻を護衛して、マニラ発。9日、オルモック湾に到着したが、 事前に用意していた50隻以上の大発は、台風の高波で多くが砂に渦漏れ、揚陸には5隻しか使用できなかった。また官邸搭載のダイハツも空襲により使えなくなっており、護衛の解剖艦を橋毛代わりとして使用し、本艦は約2000名の陸兵を揚陸した。10日、オルモック湾を出発してマニラへ向かったが、湾口でアメリカ陸軍機の空襲を受ける。 本艦は500ポンド爆弾2発が直撃し、炎上して、航行不能となった。船体は、オルモック湾北部で座礁し、第13号解剖艦の砲撃により処分された。この戦闘で、乗員88名が戦死、または行方不明となり、解剖艦長の長橋木又詳細化生存者59名が、第13号解剖艦に収容された。 1945年1月10日、第11号解剖官は、第1号型解剖官から削除され、帝国解剖官席から除かれた。長橋木又大尉、1944年2月10日から1944年3月15日、長橋木又大尉、少佐、1944年3月15日から1944年12月20日、この数字は、 特集兵を含まない。本来の感銘表記は第11公開防艦。ありがとうございます。